強敵さすらいのシックスナイト。いやー、なかなかいい住まいだ。気に入ったよ。褒めてくれたお礼に、じゃあアトラクションを目にかけます。ん？了解。なんだって？そいつがトランスフォーマーだったというのか？うん。パイロットが攻撃される直前にジェット機がレーザーガンに変形したと言ったらしいんだ。ホーク、もしかしてそれは4人目のゴッドマスターでは？いや、それはどうかな。ともかく人類たちに報告しておこう。あ、なんだなんだ、そんな生っちょろいことではサイバトロには勝てんぞ。チェ、自分たちのことは棚にあげて。俺とダウロスが格闘技の手本を見せてやるからよく見ておけ。ん？うん？誰だ？姿を見せろ。あそこだ。何者だ貴様は。ただの流れ者さ。哨戒レーダーに引っかからずよく基地の中へ入れたな。レーダーをかいくぐるなんざ簡単なことだ。ふざけた野郎だ。やっちまえ。ふざけるな。ギガ様とメガ様に知らせなきゃ。頼むぜ。流れ者だと。それがすっごいやつなんだ。すごいやつ。会ってみましょう。その方トランスフォーマーだな。お察しの通り。だがこのシックスナイト、ただのトランスフォーマーではない。ほう。というと？いずれわかること。ところでシックスナイトとやらここへ来た目的は？デストロンは相当サイバトロンに手を焼いている様子で、この俺の力が必要なのではないかと思ってね。大した自信だが。俺のパワーをもってすればクズのような人間の住む地球など征服することは簡単なことだ。今や力一辺倒で地球を征服することは不可能じゃ。俺の体に宿る天長根パワーをもってすれば不可能ではない。天長根か。何がおかしい。天長根で人間の世界を支配しようなど身の程知らず。身の程知らずだと？どういう意味だ。この地球にはお前以上の力を持った生命体が存在している。バカな。俺は宇宙最強の超ロボット生命体だ。俺に勝てる奴はいない。います。その名はゴッドマスター。ゴッドマスターだと？そいつと勝負させろ。無駄なこと。
これで我々がその方の力を必要としないことが分かったであろう。おのれ、見くびったな。ブラッド、お送りしなさい。は。花を明かしてやりたいあなたの気持ちは誰よりもよくわかります。悔しいでしょう。そのためにはサイバトロンのゴッドマスターを倒すのです。サイバトロンのゴッドマスターだと？ええ、スーパー人雷、サイバトロン最強のゴッドマスター。スーパー人雷、我々にできることがあればお手伝いを。断る。俺は俺のやり方でやる。トランスフォーム。奴のことだ。あれだけ吹き込んでおけば必ず人雷と対決するはず。俺たちは苦労せず最大の敵人雷を抹殺できる。街を破壊すればサイバトロンが出てくる。なかなか計算もできるやつ。バスターフォース。バスターフォース。その正体不明のロボットは俺たちが探している4人目のゴッドマスターでは？それは何とも言えん。ひょっとするとデストロンの新兵器とも考えられないことはない。新兵器だって、うん、よし、ゴッドマスター探しはライトフットとレインジャーに任せて俺は日本へ急行する。頼む。よし、出動だ。はい。よし、スーツオン。スーツオン。貴様ら虫けらのような人間どもに俺が倒せると思っているのか。お、来たぞ。トランスフォーム。トランスフォーム。やっと現れたか、サイバトロン。何？ということはお前は我々をおびき出すためにこのような無差別破壊を。貴様らに用はない。人雷はどうして来ない？人雷が狙いか？貴様らのごとき小アッパに用はない。人雷を呼べ。さもなくば貴様らを地獄へ送り込む。僕たちを抹殺するチャンスだ。グリテンだ。グリテンだ。余計なことをするな。うおおでバーうわトランスフォーム。おトランスフォーム。うわっ、見たか、俺のパワーを。うらでフッ。貴様のパワーはそんなものか。よし、今だ。シャイニングアロー。トランスフォーム。人雷。え？
よし、マスターフォース、トランスフォーム、ゴッドパンチ、トリアーッ。その程度で地球最強の生命体か、笑わせやがるぜ。待て、人類、よく来てくれた。シュータ、しっかりしろ。ホーク、シュータを頼む。あ、貴様がゴッドマスター人類か。正真正銘の名、宇宙最強の超ロボット生命体シックスナイトの相手にとって不足はなさそうだ。超ロボット生命体、宇宙の星から星へ最強の相手を求めて戦い続けたが、ただの一度も敗北を喫したことはない。死を呼ぶ六変化アタック、今見せてやる。私はダイバーの援護に行く。ここにいてくれ。はい。必殺シックスチェンジショット、ショットワン。ショットトゥショットスリー、ショットフォー、ショットファイブ、このままではシックスナイトが危ない。トランスフォーム。おお、あ、ズル、一人で逃げるなんて。どうだ。しかったらおとなしくしろ。しくしろ、ブレイテンだ。考えたな、ブラッド、頭使いようだぜ。かわいいサイバトロンのマドンナちゃんか。お、何をする。いいじゃねえか、俺が捕まえたんだぞ。こうよこせって、俺だ、よこせって、話し合いだって。キャブ、俺がついていながらミネルヴァを。うわっ、うわっ、それどうだ人類、シックスナイトを離せ。ミネルヴァ、ミネルヴァ、ホーク、人類、こいつが生きるも死ぬもお前の出方一つだぞ。クソ、ああ、
このままじゃ人類がやられる。人類に人質を取られてはでも足も出まい。もう我慢できない。待て、俺が行く。やめろ、ミネルヴァがどうなってもいいのか。どうした人類。これでは勝負にならん。お前は俺を倒したいんだろう。気の済むようにしたらどうだ。無抵抗な奴を倒して喜ぶほど俺は落ちぶれちゃいない。命の限り戦ってこそ真の勝利というものだ。気取ってねえでさっさとやったらどうだ。おのれ。人類、どういうつもりだ。命を失ってもいいのか。ミネルヴァを無事救出するチャンスが来るまでは。人類さんは私のために命がけで。人類さん、戦って。私はどうなっても構わないから、堂々と戦って。そうだったのか。バカなやつだぜお前は。クズのような人間一人のために俺に手も出さず。クズのような人間。その通りだが、このままでは俺の気が済まねえ。あら、余計なことをしやがって。俺たちはお前に協力して。その人間を解放しろ、さもないと頭が吹っ飛ぶぞ。あ、わかった。早く行け。え、奥さん、ミネルヴァ。人類勝負。死の六変化アタック炎上魂ショットワン上魂炎上魂。これまでだ。なぜ決着をつけぬ。俺が人間だからだ。人間だと。地上最強のスーパー人類が人間だったとは。人類さん、さあ引き上げよう。はい。何が六変化だ、腰抜けめ。見かけ倒しか。俺は軟弱なクズのような生命体だと思っていた。人間に敗れた。なぜ人間にあれほどの力が。人類に敗れたシックスナイトは大きなショックを受けていた。宇宙から来た六変化を駆使する強者は今後デストロンに味方して再び人類の前に立ちふさがるのであろうか。大事故の中を奇跡的に脱出した天才レーサーロードキング。彼の乗る F1 マシンが奇跡を生み出したのだ。次回、トランスフォーマー超人マスターフォース、勢ぞろいゴッドマスター四重士。さあマスターフォースで君もトランス